こんにちは、花町接骨院久松です。今回は、前回に続き、寒暖差アレルギーを撃退する7つの対策ということでお話しいたします。はい、前回ね、寒暖差アレルギーについてお話しいたしました。今回はその対策をご紹介いたします。そしてこの動画をご覧になることより、寒暖差アレルギーでお困りのあなたはそれをしっかりとね、撃退していくことができるようになりますよ。ではお話しいたします。そもそもね、寒暖差アレルギーで、まあ寒暖差の大きい季節、まあだから春先とか秋ですね、春秋に起こりやすいことでね、温度差によって、もう脳がそれについていかずに誤作動を起こして、アレルギーの症状が起こるんですけども、その対策をねご紹介いたします。7つあります。1つ目です。1つ目は、服装を調節して温度差を減らす。はい、温度差がね、寒暖差アレルギー引き起こすので、温度差はね面倒ですけども、暖かいところと寒いところで服装を調節するようにしてみてください。そして2つ目、マスクを着用し冷たい空気が入らないようにする。まあ、冷たい空気がね鼻から入ると体冷えやすくなる。そうなるとね、やっぱり寒暖差アレルギーも起こしやすくなります。マスクはね、今の時期に限らずね、もうウイルスの予防でね皆さんお付けになってるんで、しっかりね、このままつけるのを継続してやられるといいです。そして3つ目、3つ目はストレッチや軽い運動で血流を上げる。はい、血流を上げるっていうのが自律神経を整える方法として一番有効。寒暖差アレルギーは自律神経の乱れで出るものですから、自律神経を整えば、寒暖差アレルギー出ないので、軽い運動で血流を上げるっていうのは大事になります。そして4つ目、夜寝るとき首が冷えないようにする。はい、夜寝てるときってどうしてもね、寒い時期って首が冷えやすくなります。首が冷えると自律神経の不調起こりやすいです。ですからね、それ対策するためにね、夜寝るときね、首なんか巻いてね、首冷えないように気をつけてみてください。そして5つ目、38度から40度で10分入浴。はい、このね、血流を上げる目的です。ぬるめの風呂にゆっくり浸かるっていうのは血流を上げるので非常に効果的です。ぬるくて物足りないかもしれないですけど、もう暑いとね、逆に交感神経の方が出やすくなるので、38度から40度で10分入るっていうのは有効になります。そして6つ目、精神的ストレスをためない。はい、ストレスね、自律神経に影響します。自律神経に影響するということは寒暖差アレルギーにも影響します。そう、ストレスが溜まっている方っていうのは寒暖差アレルギーがこの時期出やすい状態になりますから、ストレス溜まらないようにね、あなたなりの方法で発散解消してください。そして7つ目が生活リズムを乱さない。はい、生活リズムがね整うことによって自律神経って整いやすくなる。自律神経が整うと、寒暖差アレルギー出にくくなりますからね、しっかり生活リズムを乱さないように気をつけてください。逆に生活リズム乱れると自律神経乱れて寒暖差アレルギー出やすくなりますからね、生活リズムを、ね、乱さないように規則正しい生活を心がけてみてください。ということで、ね、7つね、寒暖差アレルギーの対策をご紹介いたしました。もう一回、復習すると、1つ目は服装を調節して温度差を減らす。2つ目がマスクを着用し冷たい空気が入らないようにする。3つ目がストレッチや軽い運動で血流を上げる。4つ目が夜寝るとき首が冷えないようにする。5つ目が38度か40度で10分入浴。で、6つ目が精神的ストレスをためない。7つ目は生活のリズムを乱さない。っていうね、この7点ね、実行して、ぜひ、寒暖差アレルギー撃退するようにやってみてください。そしてこれをご覧のあなたが寒暖差アレルギー以外でもね、その他自律神経の不調でお悩みでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の生態で、あなたの体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを回復させて、調子が良くなっていくお手伝いをさせていただきます。また、あなたのご自宅が遠方である場合、また外に出るのが辛いぐらい調子が悪い場合、またはこのご時世移動して触られるってことに対して不安がある場合は、自宅にいながらお体を改善できるオンライン遠隔整体というのを私やっております。私の自律神経の整体やオンライン遠隔整体に興味がございましたら、下の概要欄をご覧になって、電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。そして私、毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ。毎週日曜日22時ぐらいからご覧のチャンネルで YouTube ライブ。週に2回ライブ配信やっております。内容は1週間の配信した動画の復習と、あなたからのご質問にその場でお答えしていきます。
そしてライブ配信の最後ではいらっしゃる方全員で合同でお体を整えるオンライン遠隔整体合同版までやっております。よろしければライブ配信もご参加ください。そしてこの動画があなたにとって参考になるようでしたらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。